はい、どうも、こみです。さて、本日もこちら、関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしたいというふうに思います。で、今日はですね、小ネタというよりは、もう本当にアタック紹介って感じですね。皆さん大好き、スーパー、ジャイアントネクロマンサー、この戦術に関して見ていきたいというふうに思います。ケースケ実況局さんとやらさせてもらいました。一回も勝ったことないですね。このクラン、マジで強い。しかも、ケースケさんもなんだかんだ言いながら、なんか、僕でも取れましたみたいなね、紹介の仕方をされてますけども、いや、これ言ったら営業妨害って怒られるかもしれないけど、マジケースケさんうまいっすね。普通に星よくやられましたよ、今回。これ。で、まあ、その、ケースケさんのアタックをちょっと見ながらですね、今回はさっき言ったスーパージャイアントネクロマンサーのアタックに関して、考察をしていきたいというふうに思います。んでですね、このスーパージャイアントネクロマンサー、基本的にはもうドバッと出していくんですけども、ルート取りが非常に重要だというところですね。で、よく見ていくと、やっぱりこの、突破兵器に関しては、ウッドランチャーで、あとライトニングを使うパターンっていうのがすごく多いです。まあ、でもこれ以外のパターンもあるんで、ちょっとそれもね、紹介しながらやっていこうというふうに思うんですけども、まずはスーパージャイアントでターゲットを取ってから、後ろからネクロマンサーとバットを出していきます。で、中央部分から、ウッドランチャー、ワンテンポ遅れてアーチャークイーン、バーバリアン、キング、グランドオーデン、こんな感じで出していきます。で、ロイヤルチャンピオンをまだ出さないですね。終盤まで取っておくっていうのが、まあ、基本かなというふうに思います。中央部分に向かっているユニットたちがこうばらける瞬間にトームを使って、なるべく多くのユニットがトームにかかるように、調節してますね。これすごくうまいです。やっぱ、ケスケさんタイミング素晴らしいですね。で、クエイクライトニングで、この、こっち側ですね。8時側、7時側のところの投石機周りを全部壊してるんで、まあ、右側のこっちですね、投石機があるところは少し怖いですけども、左側の方っていうのは、まあ、ほぼほぼ、そんなに脅威になる施設は、まあ、一応テスラがこんだけあると結構、まあ、それは脅威なんですけども、まあ、一応スケルトンの数で押し切っちゃいますね。で、中央部分に対しては、これしっかりと、ウッドランチャーから出てきた、イエティたちが、タウンホールを壊してくれて、さらに、ロイヤルチャンピオンがですね、破壊が進んでない右側の方、助っ人として出ていきます。こいつが、投石機までしっかりと壊していってくれるという感じですね。で、この時点でもうネクロマンサーが、中央部分と右側にめっちゃ残ってますね。で、これがね、やっぱ効いてるというか、フリーズの呪文をふんだんに使って、これ、投石機とスケルトン、ストライカーか、止めてるのもうまいですね。これは、なかなかすごい。ストライカー5匹いるんですけども、これしっかり止めていってるので、ロイヤルチャンピオンがここの、ストライカーたちのところでやられずに、なんとか耐え切りましたね。やられたか。やっぱこんだけいるとやられちゃいますね。まあ、でも、だいぶ耐えてくれたおかげで、ユニットがその間に進行して防衛を壊してくれているところに、まあ、残ったストライカーが出てきたんで、そんなにもう怖くなくアーチャークイーンが一発で仕留めてきましたね。で、そのまま、あとは、スケルトンたち、プラスヒーローで回収していくという感じになってます。この攻め方ってやっぱり序盤に、なんだ、ドバッと出せるっていうところがもう大きくて、プランニングの段階で全てが決まるのかなというふうに思うところですね。で、それがちゃんと決まりさえすれば、かなり、あと、その、進行中、特に序盤から中盤にかけては、そんなにスキルを求められる点は少ないかなと思います。まあ、ないわけじゃないですね。トームのタイミングとか、すごくそういうのは大事なんですけども。まあ、どちらかというと終盤ですね、ロイヤルチャンピオンを出したり、残った呪文をどの場所に使うかとかいうところが、ちょっと難しさはあるのかなっていう気がします。結構ドバ出し簡単ですよ。もう出すだけで全開っていう風なね、話もあったりするんですけども、まあその通りだと思うんですよ。序盤は。でもやっぱ中盤から終盤にかけては結構状況判断が必要になってくるんで、まあそこの判断力は結構いる戦術なのかなっていう風には思います。はい。で、もう一個はですね、ちょっと私どもの関西クラクラクラブの方の攻めから行ってみたいという風に思うんですが、ですね、どれだろうな、これかな、はい、ケイスケさんに攻めた、佐藤さんのアタックですね。これは、同じような感じで、スーパージャイアントのネクロマンサーで、スケットの呪文を混ぜてます。ライトニングの呪文とクエイクの呪文で、相手の投石機とかですね、やっぱりスケルトン、ネクロマンサーの天敵になるところを壊しておくんですけども、残った1枠分とかを結構スケルトンに回すことっていうのも多いかなというふうに思います。投石のターゲットを取るっていうのが多分大きな仕事になるんですけども、まあそれ以外にもアーチャークイーンに当てていったりとか、
あと序盤のシングルインフェとかですね、こういうところ。序盤のシングルなんていうのはやっぱりスケルトンを当てることによってスーパージャイアントを守れたりもしますんで、そんなところですね、に使っていくケースっていうのがよく見られるかなというふうに思います。で、今回佐藤さんどこにスケルトンを使うのかも注目しながら、3時、6時面に広く出していきましたね。ケースケさんみたいに狭く出すパターンもあれば広く出すパターンも当然あって、どっちもどっちかなと思いますが、よりその中央部分にいっぱい入れたよっていう場合には狭く出すし、中外中央とばらけさせたい場合にはこう広く出すっていうのが一般的なのかなというふうに思っています。で、さっきのケイスケさんの場合っていうのは、中央部分にやっぱ入りにくい構造をしてましたよね。ちょっとこれ、入れにくいなっていうのが多分わかる方は出し方かな切りくると思うんですけども、今回このケイスケさんの村に対する佐藤さんのこの攻め方っていうのはどう考えても中央部分にネクロマンサーが入っていきやすい形をしているので、こういう場合には広く出すことによって、ネクロの偏りっていうのが起こりにくくなるというところですね。しっかりと中央とあと両脇にこうばらけてくれることによってユニット全体がこう面で戦線を押し上げていくというような形が作れているのかなというふうに思います。まいですね。ロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを使ったタイミングでもほぼ勝負ありという感じ。残りはもう回収に入ってるんですが、ネクロマンサーの数がすごいですね。こういう風に見てみると。この終盤でこんだけ残っていたらもうこれ止めようがないかなっていう感じですね。時間に関しても約2分強の全開ですし、フリーズも残っているし、もうこれはもう盤石っていう感じです。やっぱりですね、すべての施設をどう壊すかっていうのがすごく重要で、今回の、佐藤さんのケースで言うと、ここですね、ここ、壁に囲まれているこの透析の区画っていうのは、ちゃんとこれ、クエイクライトニングで壊しておかないと、なんていうのかな、ユニットがここにターゲット取りにくいですね。壁の外から射抜けないので、ネクロマンサーが。これは呪文で壊しておく。で、逆に今度こっち側ですね、こっち側の透析に関しては、ロイヤルチャンピオンを当てることによって、壁をジャンプしてこう乗り越えながら、防衛壊してくれるんで、その、効果を活用して、ネクロマンサーが届かないところに防衛があるんですけども、それを、ロイちゃんに任せるっていう感じですね。で、残った防衛は、どっかしら壁の中外から射抜けます。中央にいるユニットがこういうところは全部こう射抜いてくれるし、外側回ってるユニットがこの辺の、こういうところですね、は射抜いてくれるので、中と外の波状攻撃によって、基本的には壊せない防衛がないような形を作っていくということができていたのかなというふうに思います。やっぱですね、ネクロマンサーが、アプローチできない防衛施設が、あるっていうケースは、本当にこの攻め方うまくいかないです。今回この投石機がそうですね、これ。ネクロマンサー壁の外から抜けないので、どうにかしてこれ処理しておかないと、ネクロが延々と投石にこう撃たれまくっちゃうってやつですね。もう生き生き攻撃してくるんで、この生き生きさは何とかして止めないとダメということですね。なんでこっち側、上側はロイヤルチャンピオン、その下側はライトニングの呪文でへし折っていって、投石機に関してはなるべくスピーディーに無効化するという形を作っていたというところになります。でですね、もう一個は、突撃艦スパビズを使った形からの、このネクロラッシュですね。タナティさんのアタックを見ていきたいというふうに思います。前回ちょっとですね、タヌチーさんの村を攻めるところの動画何本も撮らさせてもらっちゃって申し訳なかったんですが、攻め側やっぱタヌチーさん輝きを放ってくれたので、ぜひこれは見てほしいんですけども、ですね、突撃艦スパビズを使ってからのどういう展開でこのなんていうのかな、スパジャイネクロ、ゴレネクロかを回していくかっていうところですね。これすごいですよ。このプランニングは正直全く自分思いつかないですね。この中央部の隙間に、スパネクを入れていって、スパビズを入れていって、透析だったり、クロスだったり、タンホールを、片っ端からこう、なぎ倒していきますね。ボムタワーもなぎ倒す。なんなら、もう一発ちゃんとあれかな、インビジ使ったら、多分この、イーグル砲も壊せたんじゃないかなと思うんだけど、ここは、壊せない可能性を考えて、無駄打ち下げたんですかね。で、その間に、こっち側がね、こう削れてるの分かりますかね、ここ。なので、ネクロマンサーたちの通るルートが、こういう風に行くんですね、こういう風に。ちょっと今日ね、ペンの準備し忘れちゃって、いつもならこう、追いかけしながらね、説明するんですけども、ちょっとできてなくて見にくくて申し訳ないんですが、
これネクロマンサーを36時で面で出したものをぐるっと時計回りに回していくっていうね、この動かし方がめちゃくちゃうまいですね。なのでネクロたちがもう集中的にこう固まって動いていくため全然やられないんですね。あのスケルトンがもう次から次に来てターゲット取りまくっている上に、このやっぱ天敵となってくる、投石機に関してはフリーズでしっかり止めていくという感じですね。ロイちゃんがアタックしてあっという間に折ってしまって、あともネクロマンサーが延々とスケルトンを放出しまくる、後ろからネクロマンサーがついていく、おまけに呪文はと、インビジ1個のフリーズ1個の、ポイズン1個のスケルトン2個、もう盤石ですねこれね。相手の防衛軍が出てきますけども、この辺はもう、全然怖くないですね。もうスケルトンがいる上に頭部も残ってんのか、すごいなこれ。もう爽快すぎません？この、大名、参勤交代の行列みたいなやつ。やばい数のネクロマンサースケルトンですよね。延々となんかもう行列になって、もう次から次へ襲いかかっていくみたいな。もうこれ多分攻められてる側、僕ライブでこれ見ませんでしたけども、絶望感じてますね、本当に。で、終盤はこんな感じで一気に押し切っていくっていうところですね。いやーすごい、めっちゃうまいな本当に。このタンティさんのこのタクやばい。でインビジの呪文なんでこう使ったのかっていう話ですね。なんかちょっとちょけったのかなちょけったかなこれ。はい。でもですね、一個だけちょっとですね、守れるパワーイっていうのを見てみたいと思います。まあ当然これ万能戦術でもないんで、こういう場合守れるよっていうんですけども、まあ、ちょっと僕の無駄なんですけど、なんかね、見てなかったんですけども、すげえ攻められてるんですよ。なんかほら。ガンガン攻められていて、なんだ、みんな、あれかな、僕の村を、残すのは、ダメだっていうことで、集中的に狙ってきたんでしょうか。なんかね、連続してめっちゃ僕の村だけ攻められるんですよね。で、テスさんごめんなさい。ちょっとね、今回ね、うまくいかなかったリプレイっていう形で紹介させてもらってしまうんですが、さっきのような形の、ゴレネクロボーラーの形ですね。これ、まあ、ジュンクさんがよくやるサビ周辺生の、テンプレ的な形なんですけども、これでやっぱ失敗に終わってしまうパターンっていうのは、さっき言った壁の中で壊せ、ネクロが壊せない施設を残しちゃうっていうパターンですね。で、今回それがどれなのかっていうのをちょっと見ながら、この動画ですね、ご覧いただけたらというふうに思います。どこが、ネクロたちの天敵になっちゃうのかって感じですね。ゴーレムを出してからボーラーを出して、壁の外側の1層目っていうのを削っていきます。その後にネクロマンサーを出すことによって全体が均等にばらけるという、この、やり方ですね。これはもうジュンクさんが教えてくれた鉄板の、サビ周辺生、このドバダシ編成の、序盤の展開の仕方になるんですけども、その通り、テスさん、綺麗に決めていきますね。もう、左右中央、しっかりユニットがばらけて、このタイミングの投入もいいですね。アーチャークイーン、ネクロマンサーがしっかり投石から、守られています。で、ロイヤルチャンピオンがクロスボウの、たくさんある火力の高いところに向かっていって、ここを突破していく。このフリーズのタイミングも見事ですね。タウンホール完全に止められちゃったので、ほぼ仕事をしないままタウンホールが落ちてしまいました。で、ジャンプの呪文で、こっちのマルチインフェルノと投石のところに入っていくんですけども、さあ、見てもらってわかると思うんですが、どこかしら一個、延々と、スケルトンネクロを攻撃し続けながら、自分は攻撃されない場所にある防衛があります。もう、どれかっていうと、これですね、これ。このマルチインフェルノ、ここを、処理するための壁の、まあ、壁開けだったりとか、ジャンプの呪文っていうのが、今回、テサのこの攻めなかったので、延々とこれが仕事をしてくれます。してくれてですね、右側にいたユニットが全滅してしまったことによって、左右中央のこの均等のバランスを保ったまま攻める形が崩れちゃったってことなんですね。上側のユニットだけになってしまったので、下側のこういった防衛が生き生きと仕事をしてくれて、最後まで、最後の最後行く手を阻んできたというところですね。これもしも下側から回り込んでるユニットがいたら、おそらくこの辺のヒーローとか、が上と下のユニットネクロマンサーたちに、ね、こう挟め撃ちになっちゃって、どっち攻撃していいんだよっていう状態に陥って、このバタバタしてる中でやられちゃう。で、結局前回まで持ってかれちゃうっていうパターンになったかもしれないなというふうに思うんですけども、下側のユニット、こっち側にいたユニットをですね、マルチインフェルノが焼いてくれたおかげで、ヒーローたちがもう正面から来る、相手だけにこう集中することができたというところで、守りにつながったっていう感じかなというふうに思います。
いや、これね、でも結構ね、村の作りをこう見て、攻めるのって、難しいんですよね。じゃ実際こう言ってますけど、今言ってこのマルチインフェルノ、これに関しても押し切れちゃうときは押し切れちゃうんですよね、本当に。普通に押し切れちゃったりするんで、必ずこうなったらダメかっていうわけではない。多分、テスさんも、こう押し切れる手で攻めてたんだろうなというふうに思うんですよ。なんだ、10日兵舎の中身にあるこのイエティとかを入れてますんで、ここね、10日兵舎を出していって、イエティたちがこっちのミニイエティとかがこの辺壊してくれるんじゃないかなっていうところをワンチャン狙ったんじゃないかなっていうふうに、まあ自分は考えてたんですけども、そこの狙いが外れてしまったがために、今回ですね、マルチインフェルノが生き生き防衛してくれたということで、結果的に防衛につながったという、まあ、流れなのかなというふうに思っています。ですので一応ですね、壁の中にあって生き生きと防衛するユニット、防衛施設かがいないようにうまくこう壁を壊すなり、ジャンプで乗り越えるなり、ロイちゃん使うなり、まあ、ホグ使うなり、するというところがですね、このドバダチ系の編成で攻める場合、結果を出す、まあ、大きなポイントになってくるのかなというふうに思いますので、まあ、よろしければご参考いただきながらぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。タンホール14来ても多分この攻め結構強いと思うんですよね。ドバッと出す系の攻め方がおそらく使われなくなる環境はないと思うので、どっかで多分使うと思いますから、まあ、覚えておいてもらって損はないかなというところでございます。はい、というところでですね、本日の動画は終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル、タウンホール13から、11までこう幅広く扱っていきますし、14が来た場合には14も当然やっていきます。ですね、クラン対戦でちょっと攻めがうまくいかないなとか、こう悩みを抱えている方、またはもっとうまくなりたいなという方、ぜひですね、今後もご視聴いただけたらすごく嬉しいです。では本日この辺りで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。